はプレデター H プラスを履いてみたいと思います。価格は 34,100円で、今現在カラーが何色か販売されています。プレデター H プラスは前作のプレデターフリークから大幅に変更され、主にアッパー素材、履き口、アウトソールが変更されています。プレデター H プラスは自在なボールコントロールをサポートするレースレススパイク、レースレスのゾーンスキンアッパーのリブセクションが様々なタイプのボールを操るのをサポート、アッパーをドリブル、パワー、スワーブ、コントロールの4つのゾーンに分類し、加工を施すことでそれぞれの特徴に沿ったプレーをサポート。ダイヤモンドのようなカッティングを施したスプリットアウトソールは、短めの天然芝では FG モデルが、人工芝では AG モデルが、様々な角度への動きをサポート。下部に搭載したパワーファセットにより前足部への重量比率を高め、力のあるキックにも貢献してくれています。2ピースのプライムニットで構成された履き口が快適な足入れを実現。中レースのないレースレース仕様はアディダスプライムニットが足をしっかりとホールドし、激しい動きの中でも安定感を高めて、ボールへのよりダイレクトな力の伝達をサポートしてくれます。ゾーンスキンに配されたラバーリブはプレデターの特徴でもあるキックコントロール精度を高めてくれて、プレデターエッジからは4つの異なるラバーリブを採用していることにより、急な方向転換、パワー、コントロール、ドリブルをそれぞれ場面場面に沿ったプレーをサポートしてくれます。